これね、上にね、名前があったからちょっとね、ちょっとちょん切ってる上。乗せていいか分かんなかったからね。ひまちゃんにおすすめしたいゲームがあり、送らせていただきました。PS2 ドリームキャストで発売しているシーマをおすすめしたいです。魚を育てるゲームなのですが、1回のプレイが長くなく、1時間を基本の枠としているひまちゃんに合うのではないかと思いました。また、ひまちゃんならシーマンとの掛け合い、シーマンって掛け合いってどういうこと？シーマンはね、あれでしょ？人魚姫でしょ？人魚姫のゲームでしょ？あれで、どういう、PS2 の ?2 のゲーム？今から PS2 を入手で、あ、今ね PS2 持ってるよ。あ、人魚姫じゃない？え、なんだっけ？人魚姫じゃない。なんて言うの？なんて言うんだろう？あ、人面魚ってやつ？人面魚のゲーム。で、何？ PS2 だけでいいの？ PS2 だけでできるゲームなの？ピカチュウおいでなすってみたいな。違う！ピカチュウおいでなすってみたいなゲームあったやん！ピカチュウおいでよみたいな！おいでよピカチュウみたいな！あれみたいな感じでマイクがいるの？何やったっけ？何やったっけおら？何やったっけおら？マイクで反応させる！あ、ってことは、じゃあシーマン、あーマジか、じゃあシーマン、マイクいるんや。マイクってじゃあ、このコンデンサーマイクでもいける。あかん？ちゃんと、あ、ピカチュウ元気でちゅうか。チーマン、あまり会話にならないから、そうなの？でも今はそれよく言われるから似た者同士かもしんないね。ひまわりの言ったことは、チュウ聞いて、に、受けるぐらいじゃないとおかしくなるって言ってた。うん。よし。じゃあ、シーマン買うわ。買っとくね。はーい。ありがとう。